俳優チャウダンバウ三子局84歳、騎兵犯科長の名刑儀として活躍名刑儀として、時代卿から現代卿まで区切ろく活躍した俳優、チャウダンバウ、沼田幕本名、父・友春さんが東京都内の自宅で亡くなっていたことが分かりました。少年84歳、葬儀は9月んじゅじゅに女々軍に美駄メ者のみで行われました。 8月末に家族から連絡が取れないとの相談があり確認したところ自宅で亡くなっているのが発見されました赤田さんは1人暮らしをしており発見時には死後1週間ほど経過していたとされています赤田さんはフジテレビの時代卿騎兵犯課長シリーズで猫どの子と損傷中失禁役を演じ多くのファンに愛されましたまた今年1月期に放送された TBS のドラマ不失説にも程がある では喫茶店のマスター役として出演していました8月中旬には来年のドラマ出演について電話で所属事務所と打ち合わせを行っておりそのせいには特に変わった様子はなく元気な様子だったといいます所属事務所の担当者は昭和の初めの生まれで仕事遺憾の人生を歩んできました頑固な面もありましたが原画場では武器絵でひょうひょうとした方でしたと そのへらをしびました赤田坊さんは1940年2月22日東京都で生まれ明治大学を中退後劇団四季に入団20代半ばには舞台からテレビドラマに活躍の場を浮くし「騎兵繁華町シリーズ」をはじめとする数々の作品で名決意として知られるようになりましたまた若い頃は東京・竜本目に住みジャズをこよなく愛していたといいます 詐欺田場さんの不望に多くのファンや関係者が悲しみに暮れています心よりご冥福をお祈りいたします